開きます。日程第一の一般質問を継続します。朝倉美希春議員。本年2022年夏、中高生の夏のボランティア体験、第7回地域に飛び出す船橋夏のボランティアが行われました。で、その発表が11月6日に東部公民館講堂であり、私も、中高生の素晴らしい発表を、聞かせていただきました。そして、地区社会福祉協議会、高齢者福祉などの高齢者福祉分野、プレイパークなど子育て支援分野、それから3番で、写真展実行委員会や、丸山サンクチュアリなどの環境団体など多彩な分野の市民団体が、それぞれ、中高生のお手伝いに関して、ボランティアに関して、コメントと感謝の言葉を述べるという形でした。つまり世代を超えた対話の場であり、そして分野を超えた対話の場でありました。とりわけ地区社会福祉協議会高齢者施設に関しては、当初対面で訪問を企画していたのが、コロナの感染者数が増加する中で、対面は断念しつつも、手紙や和太鼓演奏のビデオレターという形でメッセージを届けたことが、高齢者に喜ばれたという話も聞きました。まず、市民共同化にお聞きしますが、この市民共同化の、担当部にお聞きしますが、この中高生の夏のボランティア体験の取り組みの概要と評価、来年度に向けた方針をお聞かせください。市民生活部長。お答えいたします。夏のボランティア体験は、子どもたちと市長が船橋の将来を語り合う場である子ども未来会議室の中で、中学生から発案があり、これを受けて平成27年度から市が事業を開始したものでございます。今年度はボランティア実施期間を7月21日から10月23日までとし、3年ぶりに対面で体験先との出会いの場となるマッチング会を開催することができました。マッチング会では初めて団体の PR 時間を設け、参加団体を知っていただく時間を作りました。またボランティア体験後の感想発表会となるフィナーレイベントも初めて実施したところでございます。ボランティア参加者は中学生、高校生、大学生合わせて293名、30団体がボランティアの受け入れを行いました。ボランティア体験後、参加者からはこの体験を他のボランティア活動で生かすことはもちろん、プライベートでも地域の環境が良くなることを自ら率先して行いたいと思いました。またさまざまな年齢層の方々と関わる喜びを感じたので、今後も地域での活動に参加し積極的に交流したいと思いました、などの声をいただいておりますので、ボランティアを通して中学生、高校生、大学生が地域とのつながりを体験することのできる事業であるというふうに評価しております。来年度はボランティア体験者と受け入れ団体からのアンケートを分析し、より良い事業となるよう準備を進めてまいりたいというふうに考えております。朝倉議員。この取り組みは市長が所轄する市民生活部と教育委員会が接する部分での取り組みです。そもそも今年、市長と教育委員会、教育長を組む教育委員会の調整の根本である総合教育会議がまだ開かれておりません。いつどのような形で総合教育会議を開催するのでしょうか。総務部長。
総合教育会議の開催日程でございますが、現在2月上旬を目途として調整しているところでございます。また今年度の議題といたしましては、昨年度改定を行いました船橋教育大綱の内容等を踏まえまして調整をしているところでございます。開催日程や議題が決まりましたらば、市のホームページにてお知らせすることを予定しております。朝倉議員。多彩な市民の方々のニーズを把握して懇談する機会として、前藤代市長は地区コミュニティごとに巡回する市政懇談会を実施してきました。私はこの市政懇談会形式を復活すべきだと数年前に質疑しましたが、松戸市長はそうではなく、まちづくり懇談会を実施されていくと答弁されました。しかし、まちづくり懇談会自身がコロナの影響で近年開催が少なくなっていると感じます。2022年の現段階に立って市政懇談会的なものを再検討するのか、それともまちづくり懇談会としたらどう活性化していくかの方針をお示しください。市長公室長。お答えいたします。議員ご質問のございました市政懇談会は、市長が地域の方々と市政に対する意見や地域の諸課題等につきまして直接懇談するもので、市政運営を進める上で意義あるものであったと認識しております。市政懇談会といった形も市民の多様な声を市が把握するための一つの手法であると思うところではございますが、一方で各部署において実務を担う職員が現在コロナにより接することが少なくなっております地域の方々をもとより、各分野で活躍される方に積極的にアプローチしてコミュニケーションを深めて市政に生かしていくことが今行政として必要な姿勢取り組みであると考えているところでございます。他方、まちづくり懇談会は市と共同して諸問題に取り組んでいただける団体と意見交換をして状況を把握し市政に生かすヒントを得る大切な機会であると捉えております。本市には環境、防災、福祉、農業、商工業、文化、スポーツなどさまざまな分野で活動されている団体が数多くあり、こうした方々との懇談、特にコロナの影響で生じた課題や新たな取り組みについて意見交換することは、これからのまちづくりを進める上で欠かせないものであり、重要な部分を担うと考えております。今後各種団体に積極的に声をかけ、また懇談先の意向にもよりますが、オンラインでの実施も視野に入れるなどして取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。朝倉議員。船橋市民65万人は実に様々な方々で構成されております。もちろん外国人や LGBTQ の方の権利を擁護していくのは当然の前提として、他の様々な多様性も把握しながら行政運営を進むべきです。実は船橋の多様性を知る資料として、船橋統計書というのがあります。ただここは数字の羅列であります。私の尊敬するフローレンス・ナイチンゲールが、統計上の数字を単に数字として眠らせておくのではなく、それをグラフ化し、図式化し、命を与えて語らせるべきだというふうに言っております。そして彼女はその手法でイギリスの衛生改革を成し遂げたわけです。私はその足元にも及びませんが、ぜひその船橋の状況をグラフ化したいと思い、グラフを作成いたしましたのが、議員の皆様にはお手元に配布してある資料です。市民の皆様や、理事者の担当部下の皆様は、私の朝倉未来の公式サイトに載せてありますので、後でご覧ください。人数別の世帯数比率で言いますと、これは、3月議会で質疑した内容ですが、3人以上の子育て世代などを含む3人世帯が 34%、2人世帯が
夫婦などの2人世帯が 28%、単身世帯が 38% とバランスよく、いらっしゃいます。そして年代別人口なんですが、普通人口ピラミッドという形で上、下から上に積み上げる形が多いんですが、円グラフにしてみると、まあ、それぞれの世代、10歳ごとのそれぞれの世代がほぼ 10% 程度いらっしゃるということで、一部40代、50代、70代が多いとはいえ、すべての世代のバランスが取れております。そして、お住まいの形態なんですが、まあ、戸建てが非常に 41% と多いとはいえ、3から5階建ての低層団地アパートが、21% ですね、21%。そして、その、次に、3月期で私が取り上げさせていただいたアパートなども含む1、2階建ての人が 15%。そして、その他はマンションの方という多様な住まい方をされています。そして、船橋市の特徴として、もともと住んでおられた方と、私も含めて新しく住んで来られた方が、非常にいい形で、両方存在して、まあ、いらっしゃるということがいいということで、本当は出身地別の全市民の、データが分かればいいんですが、それはないので、転入者で類推をしてみました。2021年の転入者が 33,462 人いらっしゃいます。転出者が31,189 人ですから、この令和3年、2021年は2,273人が1年で増えたということになります。さて、転入者の 73% は関東地方、最も多いのが千葉県、次いで東京都、神奈川県、埼玉県ということになっています。で、関東以外の地域からの転入を調べたんですが、中部、近畿が多いとはいえ、全体的に本当に各地域から住まわれてきているということがわかります。で、この特性をぜひ活かしながら、多様な人々、多彩な人々が、共につながり合って暮らせるような街づくりを目指すべきです。先ほどその端緒としての夏のボランティア体験の話をさせていただきましたが、まあ、市長もその場所に参加されておられましたので、その今後その船橋の町の多様な人々のつながり合いを作っていくためにはどのような方向を目指すのか、その町づくり懇談会ではなくて夏のボランティア体験の時のご感想も含めてお聞かせいただければと思います。市民生活部長。お答えいたします。夏のボランティア体験報告会においてボランティア体験をした子どもたちの発表、そして地区社会福祉協議会をはじめボランティアの受け入れをしていただいた皆さん、様々な団体の皆さんからの感想を聞いて、当日市長から次のような公表がございました。船橋市は近いうちに人口65万人の町になると思います。人口が多いことは活力としてはいいのですが、人と人のつながりがないとただ大きな町、人口が多いだけの町になってしまいます。町会、自治会の活動、市民団体や市が実施するイベントなどの様々な機会を通じて、いろいろな人が知り合って、そしてお互いに笑顔になる。これがこれからのコロナ後の社会を作っていくために大切なキーワードになると思います。これからは地域の人たちとのつながり、プラス世代のつながりがとても大事だと思います。そういった内容でご公表いただいたところでございます。また市長に事業の報告をした際には、夏のボランティア体験はコロナ禍にもかかわらず多くの中学生高校生の参加があり、その中には毎年継続して参加している学生もいるのでしっかり取り組むようにというお話もいただいたところでございます。議員にお示しいただいた市民の暮らし方の多様性も参考にしながら、こういった市長の考えに沿って今後もさまざまな機会を生かしながら地域のつながりを作る事業に取り組んでまいりたいというふうに考えております。朝倉議員。次に学校を軸にした街づくり、地域づくりについて質疑します。
子ども核にしたまちづくりを掲げられ、兵庫県明石市でさまざまな政策を実施し発信されていた泉房穂さんは、この12年、来年の4月で政治家に引退されると表明し、まあ、今後、後進を育てるという方向であると聞いております。私は同じ学生寮で切磋琢磨させていただいた領友として、泉さんの掲げたこの方向性を受け止めながら受け継いでいきたいと思っております。さて、その一歩として学校施設の開放についてお聞きしたいんですが、学校施設の法的、開放の法的根拠としては、教育基本法に次のようにあります12条2項、国及び地方公共団体や図書館、博物館、公民館、その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、教育の機会、および情報の提供、その他の適切な方法によって社会教育の進行に努めなければならない。また同様な文面が、教育基本法第137条、社会教育法第44条にありまして、法律の中で学校施設を社会教育、つまり障害学習などに利用することを推奨しております。で、障害学習施設というと地域には公民館があるんですが、まあ、船橋には26の公民館があります。しかし、やっぱり公民館区でも非常に遠いところがあるんですね。で、そうすると、それよりも54ある小学校の方が近いので、ぜひ小学校、特に小学校の、中学校も含めてですけど、小中学校が、地域住民が、きちんと、その街づくりの核として利用できるようになってほしいというふうに思っております。まず、学校施設は土日や平日夕方以降が十分活用されていないんですが、校庭や、全体的には活用されていない状況があると思うんですが、まずは校庭や体育館のスポーツ利用については、現状はどのようになっているでしょうか。障害学習部長。校庭や体育館のスポーツ利用は、学校体育施設開放事業という枠組みの中で実施されております。この事業は、一律小中高等学校及び特別支援学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲でスポーツ活動の場として開放するものであり、現在84校すべての一律学校において、事前に登録いただいた団体に開放しております。本年11月時点におきましては、約1100団体、2万1000人以上の方の登録があり、9割以上の学校で開放しているすべての時間帯が利用されている状況でございます。朝倉議員。体育館と校庭は比較的利用率が高いという話です。まあ、ただ、その今後、その12以上の団体で、きちんと常時登録、常時利用ができるということと、単発でも利用できるという点をきちんと広報していただければと思います。次に、空き教室利用についてです。教室から学級数、そして放課後子ども教室などの様々な使う部屋を引いたものが、地域が使う可能性がある空き教室であり、これをもっと地域住民が利用できるようにしてほしいと思います。市内でも人口密集地区で空き教室が少ない場合はすぐには無理でありましょうが、一方で人口が密集してない地域を中心に、市内でも活用できるような場所があると考えております。担当からから資料をいただいたんですが、例えば今一応利用されているという名目なんですが、倉庫、資料室として、教室が使われてしまっている例が54小学校で31あるんですね。これ倉庫、まあ、資料室だったら別個に他に確保できると思いますので、教室として存在するところがこういうふうにして利用できないのはもったいないと思います。ぜひ、空き教室の、まあ、地域の方々も、含めて利用できる方向性を考えるべきだと思いますが、まあ、お示しください。何か克服すべき点などがありましたらお示しください。管理部長。お答えいたします。空き教室の利用の例についてでございますが、現在空き教室の利用はない状況でございます。
空き教室を地域の住民の方々が様々な活動のために利用する場合には、学校関係者以外の方が利用することとなるため、外部から直接出入りできる動線を確保した上、利用する施設の管理や置かれている物品等の管理面、また廊下や教室内の掲示物なども含めた個人情報の管理の面への配慮が必要となり、学校運営上、現状では課題が多いと考えております。以上です。朝倉議員。現状では課題が多いという話でしたけど、やはり将来に向けて考えるべきだと思います。例えば学校開放に関して、警備などの不安があったら、それは地域からボランティアないしにきちんと雇用する形で警備としてつければいいですし、それから今、例えば地域の人中心が難しいかもしれませんけど、子どもたちのことに地域の人が関わる。例えば今、公民館でやられたことは、これ自身勝手に的なことなんですけど、子ども食堂や学習サポートを学校そのもので地域の人が講師になってやるという形も可能だと思いますので、ぜひ今後、様々な可能性を検討していっていただきたいということを要望いたします。最後の項目で、障害児あるいは発達などの支援が必要な子どもと父母に対する市の対応の改善についてお聞きします。実は、この質疑にあたって、障害児や支援が必要なこの父母から、船橋市の対応の改善を求めるご意見を伺い、11月12日の午後、子供を連れて、も父母がいらっしゃれるということで、行田公園東の楠の木の下で、周りに子供たちを、遊ばせながら、9組の父母からお話を伺いし、その後追加でグループラインで、10組以上の父母のお声を伺いました。そしてその父母の声をまとめていただいて、先日、保育認定課、公立保育園管理課、養育支援課、保健所地域保健課、障害福祉課の担当者に、その気持ちをお伝えし、福祉サービス部長や子育て支援部長、保健所理事、福祉部長にもお読みいただきたいとお渡ししました。その中には、市の対応に対するお怒りや、ご不満、疑問、改善要望が数々綴られております。一部だけ紹介させていただきます。一番目にまず市役所の初期対応や電話窓口に対応に対するご意見です。例えば、電話の窓口で、このような対応がされた C さんですね。私立保育園で入園希望を、要望を出すのは大丈夫ですと言ってくれる園も数園ありと。保育園申し込みその園の記入をしました。2021年12月、保育認定課発達支援保育をやってない園は希望できませんと電話で言ってきました。保育園側が大丈夫と言ったのになぜダメなのというふうに聞くと、それなら書くのは良いが、認定から保育園側にどうしますかと聞きますと言いました。このどうしますかという認定課の方の発言が、障害がある子が希望しているが、どうしますか、本当にいいんですか、断ってもいいんですよと含んだ厄介者のニュアンスでした。そして他のママと話しても、ほぼ皆電話をするたびに泣きそうになる、精神が削られると言っています。2番目に保健所の対応への疑問です。このある方が保健師に障害のお子さんが生まれた後に母子保健サービス登録書のハガキに送ったんだけど、出生後60日以内に保健師が訪問してくれると言いながら、3ヶ月訪問がなかったと。そして最初に来た保健師と2番目に来た保健師については非常にご不満の対応があったと。で、3番目の方が良かったということなんですけど、こういうしっかりした対応された保健師もいらっしゃると思うんですが、保健師全体の対応はどうなっているか、対応を確認し、検査を重ねてほしい。で、3番目に父母の自主的な努力。ある父母は、自分がダウン症のお子さんを持ったので、その同じ父母に、その悩みとかを相談してほしいというパンフレットを作って、きちんと市にいろいろ確認した上で配布を依頼したのに断られたという経過を伝えております。それから4番目に体験保育への疑問です。C さん、たったの2、3日、数時間、体験保育をさせて、本当にこの頃が何がわかるでしょうかということで、紙切れ1枚で、送られてくるだけですと、結果が。そして、きちんと体験保育に同席した人に対しても十分な説明がなかったという話も伺っております。そして、
5番目に、これが一番最も多かったんですが、発達支援制度そのものへの疑問ですね。で、これをか、非常にたくさんあるので、まあ、ちょっと全部語れないんですけど、そのやっぱり、保育園によって自分が希望する保育園が障害児を受け入れてない、それに対してやっぱり市はもっと積極的に障害児を受け入れる方向で研修や補助をすべきだということです。そして6番目に医療的ケア児の対応についても疑問を呈されました。全般の文書で提出はしてありますが、議場で一旦だけ紹介させていただきました。そして共通におっしゃるのが、やはり、この福祉分野のサークルみたいに、いろんな、その悩みを一気に聞いてくれるような子ども版のサークルが必要じゃないかということも聞かれておりましたので、それをお読みになった、ご意見を含めて、健康福祉部長に、ご答弁いただければと思います。健康福祉局長。お答えします。議員からお示しいただきましたいくつかの事例を含め、たくさんの父母の方からのご指摘や貴重なご意見を拝見させていただきました。市の対応が障害があるお子様、支援が必要なお子様、およびその父母の方々に寄り添う対応となっていないという声に対しては真摯に受け止めたいと思います。まずはこの声を関係所管下で共有させていただき、より良い市民サービスにつながるよう日頃の対応を点検したいと思います。またただいま改めて7点のご指摘をいただきましたが、共通の課題と認識したことは2つございました。1つは今以上に母子保健を含む子育て関係課と障害福祉関係課との連携を強化し、知識の向上だけではなく想像力を働かせて相談をお受けする職員体制の確立です。でもう1つは障害があるまたは支援が必要なお子様が増えていることから、その受け入れ体制を整えることでございます。まあ、一度に全てを解決することは難しいとは思いますけれども、できることから取り組みまして、今以上に市民に寄り添う支援ができるよう改善してまいりたいと考えております。以上です。23秒。朝倉議員。私たちの思いのようなことをするママをできるだけ減らしてほしいと要望されております。さて最後の質問ですが、小栗原学区の方が勝地下小学校に今、特別支援教室については通わなきゃいけないと、でこれについてはぜひ増設としてほしいという要望をいただいたんですが、この、まあ、地区だけではなく全船橋の小学校での特別支援学校の増設方向についてお聞かせください。学校教育部長。お答えいたします。指定された学区の学校に特別支援学級が設置されていない場合、総合教育センターでの就学相談におきまして、設置校の中で距離が近く通学しやすい学校を保護者と相談して選択していただいております。毎年特別支援学級を新たに開設しておりますが、まだ設置がされてない学校もあり、障害を持つ児童生徒の通学の利便性は重要な課題と認識しております。引き続き保護者の希望を把握し、学校の施設設備や児童生徒数の推移等を調査し、総合的に勘案しながら特別支援学級の新規開設を進めてまいります。以上でございます。